CDMA1XWIN、CDMA1XWIN、CDMA1、CD 1XWIN CD は、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の第3.5世代携帯電話サービスの故障。通称 WIN。2003年10月22日に発表され、同年11月28日より、サービスが開始された。なお、2022年3月末に、 サービス終了の予定であることが2018年11月に発表された。データ通信に CDMA2001EXEV DULEL-A 方式を使い、携帯電話で初めてパケット定額制を導入した。通信速度が下り最大 2.4Mbps、または最大 3.1Mbps、最大 q 3 m b p s と、 NTT ドコモのモーバなどの PDC や AU の CDMA1XA シリーズ全機種および2013年冬モデルのアンシングプスキース11などで採用された CDMA2001XMC、CDMA2001XRTT と比べて通信速度の向上を図った。音声通話およびごく一部のエリアは CDMA1X 同様。 CDMA2001XMC を用いる。定額、高速というメリットを生かし、その名の通り曲をフルコーラスのままダウンロードし端末で聴ける EZ、着歌フルを筆頭に EZ チャンネルや大容量かつ高速で動作するアプリケーション EZ アプリなどのサービスを提供している。2004年まではサービス、端末ともに CDMA1X が主流であったが2005年春以降は WIN を同社の主力サービス商品としている。WIN 端末は CDMA2001XMC 方式のエリアでも利用できるため音声通話とり最大 144kbps のデータ通信 CDMA2001XMC の未可能なエリアもある。また他社 キャリアの 3G サービスと異なり、2013年4月現在、N800MHz 帯、新 800MHz 帯、CDMA バンドクラス0サブクラス2を主体に利用している。2012年7月24日までに、総務省が行う、電波周波数の再編を受けて、新たな電波帯域である 2GHz 帯、CDMA バンドクラス6及び、 N800MHz 帯を整備しており、AUIC カード非対応機種2005年以前の全モデルと2006年2007年の一部モデルの新規受付も2010年8月8日をもって終了した。その後、2012年7月22日をもってセディマワン、および CDMA1X の各サービスと同時に AUIC カード非対応機種のサービスを終了し、 auic カード対応機種で n800MHz 対非対応機種についてもほと、どのエリアで通話、通信サービスが終了したが、一部のエリア、2GHz 対エリアと思われるで引き続き利用できる場合があるとしている。2012年9月21日より、同キャリアによる LTE サービス、au4GLTE、au4GLTE が開始されたのに伴い、 従来の 3G、3.5G サービスとなった CDMA1XWIN は CDMA1X と統合される形で、同年11月2日よりサービス名を AU3G、AU3G に解消したため、現在では一部のサービス、EZWIN、WIN ハイスピードなどを除き、ほとんど使用されていない。2015年1月30日発売の Android、 搭載スマートフォンのミライエ・カイル23及び同年2月20日発売の Android 搭載フィーチャーフォンのアクオスケ SHF31 両社ともにデータ通信のみ AU4GLTE にも対応をもって対応機種の新規開発をすべて終了した。なお、2017年10月現在の時点において同サービス専用機種でなおかつ新品として入手。 購入可能な機種は、守りの3、回レゴのみ、すでに生産終了済みで、在庫対応分のみの販売扱いとな、いたが、2018年2月を、もって、販売終了となった。KDDI と沖縄セルラー電話の、核、au ブランドは NTT ドコモに次いで、日本で2番目の、第3世代携帯電話である CDMA1、X、 CDMA2001XMC 方式を開始した。高速低価格が特徴であったが、最大通信速度は 144kbps に限られ、大容量データの配信には、さらなる高速化、効率化が必要であった。また、通信機能の発達によりデータ通信を多用するユーザーが増え、データ通信低学生も求められていた。そのため、 KDDI と沖縄セルラー電話は、au ブランドで2003年11月28日に、日本初の第3.5世代携帯電話 CDMA2001XEV、d ゥ l e l 例で方式である CDMA1XWin を開始した。定額制の対象は、端末単独で ISWeb や e メールを利用する場合であり、パソコンや携帯情報端末につなげて利用する。 データ通信が定額となるのは、トラフィック制御機能を備えた一部の機種に限られ。Win の名称は、We Innovate the Next の略であり、他には、キャリア、ユーザー、コンテンツプロバイダー、端末のお乳メーカーなどの、Win-Win の関係を築く、ドコモに、Win、勝利する等の意味も込められているとされる。以下本項目全体において、日本国消費税法の規定に基づき、 価格表記は原則として、消費税課税後の価格を記載する。CDMA1X の課金体系は、QIDO 地域と Q セルラー地域で異なっていたが、CDMA1XWIN の課金体系は、全国共通となった。なお、CDMA1X に比べ CDMA1XWIN は、パケット通信料金は値下げされが、通話料金は、 料金プランの無料通話額が減ったために実質値上げされている。最近ではソフトバンクモバイルが仕掛けた料金戦争の結果、ソフトバンク、NTT ドコモとの差は小さくなった。無料通話分は通話料金の先払い分であり、プランごとの単価に基づいて通話料金が生産され、無料通話分を使い切った後利用料金の加算が開始される。なお、 通話料単価は、プラン LL が1分あたり、他は30秒あたり。微行プラン体系の名称が同一である NTT、ドコモの新料金プランとの差は次の通り。プラン W、プラン Z シンプルは AU 宛ての音声通話定額制、CE メール無料の料金プランである。プラン W は2011年9月26日に発表された。他のプランと比べて、 国際電話の通話料が安い。無料通話は国際電話、またはグローバルパスポート CDMA、グローバルパスポート GSM 利用時に限り利用化である。プラン Z は2011年8月4日発表、同年9月28日に受付開始された。シンプルコースのみで受付しており、フルサポートコース契約者は契約期間の終了。 または解除料の支払いが必要である。シンプルコース開始以前、2007年11月12日の契約者は、シンプルコースでの機種変更が必要である。いずれも1パケット、128バイトあたりの単価、AU の端末一覧も参照。この世代の型番は W、ワイン部のようになり、Y の部分には Win が始まった2003年を1としての年数が、 N の部分にはその年にそのメーカーが出した何番目の端末なのかがメートルの部分にはメーカー識別用のアルファベットが入る。例2006年の三洋電機の最初の携帯電話型 WIN 端末は W41SA である。2008年末までの NTT ドコモなど世代ごとに型番を決めている通信事業者とは異なり同じ番号でもメーカーによって 発売時期が異なる場合もある。例、W21CA は W21H よりも W22H の性能に近い。また、同じメーカーの端末で、型番の N の数字の順に発売されるとは限らず、稀に N が大きい方が先に発売されることがある。例、W47T とドレーブ、インフォーバー2と W54SA。W W62S と W61S など。なお、マイナーチェンジ端末の場合は、ベース端末型番の後に E を付けるというルールがあり、発売年と Y の数字は合致しないこともある。例、レクサス W44TE と W44KE は2007年の発売であるが、ベース端末である。 W44T と W44K は2006年に発表及び発売された端末であるため、2007年の端末だが Y イコール4である。さらに、端末の発売が発表の翌年まで遅れた場合でも、Y や N の数字は変更されないため、発売年と Y の数字にずれが生じることもある。<S るある <S w s w t w s a は、 y イコール5だが、発売は2008年春まで延期された。2008年度までに開発、発売された音声用端末には、WIN のロゴが印刷、あるいは刻印されている。また、W31T、W33SA、W45T、W54SA 等個の WIN のロゴの下に、LED を埋め込み着信、充電ランプしている機種もある。 2009年春モデルより 1X 端末の開発停止と合わせ、非携帯電話型端末、法人向け端末を除き、型番ルールが大幅に変更された。この世代の型番はミズ 0N であり、メートルの部分にはメーカー名、S の部分にはシリーズ名、0N の部分にはメーカーが何番目に発売した機種化を示す。数字部分はこれまでと違い、 年度が変わってもリセットされずにそのまま増える。このため、同じ番号でもメーカーによって発売時期が異なる傾向が2008年までよりも強くなっている。さらに2013年夏モデル以降よりスマートフォンおよびフィーチャーフォン、タブレット、モバイルルーター、デジタルフォトスタンド、位置情報ツール等の通信モデルモジュールを搭載した au 端末は実際の製造型版に セディマックス D、CDMAX3、CDMAXT、CDMAXC、CDMAXC、CDMAXC 等と表記しなくても良い新製造型版ルールに変更となった。AP001 は2009年2月発売だが、回001は2011年11月発売と同じ例 N イコール001でもおよそ3年もの、隔たりがある。 端末シリーズは以下の4つ、従来型番の法人向け端末、データ通信専用端末に分けられ、主に通常モデルか、コンセプトモデルかの違いで区別される。Y シリーズ及び X シリーズ、さらに2013年以降の強セラ製端末においては、カタログや本体に相性のみが記載されているため、型番はあまり知られていない。型番の小文字 X は、メーカーの略が入る。 なお、これまでと違い、ジャテを通過する際の型番と発売される、際の型番が異なる機種もあり、以下に例を示す。外部メディアは、W43S はメモリースティックでお、W41SH はミネスドカード、それ以外の機種はマイケロスディカードを使用する。W43S 及び、W41SH を除く、全機種に、 ソニー製の高音質ステレオイヤホン MDRE0931 が付属する。W41SH を除く、全機種にフラッシュライト2.0、および着歌フルやワンセグの音質を原音に近づける、高音質エンジン d e ッ e x を採用しており、W41SH を除く、全端末の音質調整は、ヤマハの監修のもとで行われた、 後日の2006年冬モデルも同様。EZ ファリサ、モバイルスイカ対応は、W43H、W43CA、W43S、W43K、強セラ製の au 向け端末としては、初の4機種で利用可能。音源は、W41SH のみ、ヤマハ製 MA-5 を搭載し、最大64話音。 それ以外の 1XWIN 対応機種は、ヤマハ製 m a 7を搭載し、最大128話。が付与された機種は、ファブレット。が付与された機種は、ファブレット。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。